きっと消えない今日は言えない堀さんですよね一組の あなた同じ学校何言ってんですか同じクラスの宮村ですよなんか最近セットをよく見るねあいつは予想外きっと消えない今日は言えない最近堀と仲いいよ付き合ってんのおい次体育だぞそっちに非があるなら謝ってほしいだけなんだ堀さんは宮村くんの彼女石川くんは堀さんが好き宮村なんか楽しそうだしなんか私以外の人に宮村のそういう格好とか見てほしくないな堀さん俺さ堀さんのことなんであんたが私の株とか気にすんのよ堀さん言わなくていい宮村は誰のものでもないでしょ変だけど嫌いじゃねえお前はちょっと不器用なだけ友達なのかなこれって誰しも他人には見せない一面がある私たちは他人には見せない時間の共有者になった堀宮1月9日より放送開始